ホスロ g 2 0 0 b b 型ディーゼル機関車は、思い入れ替え及び本専用4道、軸液体式ディーゼル機関車である。本形式は、キールの旧マック工場で2000年から製造されており、ホスロ車製の液体式ディーゼル機関車の中では最も高い出力を誇る。ドイツ国鉄は本機を253型と呼称している。非対称型運転席により、 機関車の前面へのアクセスを実現している。本形式は2000年のイナトランズにおいて初公開された。初期型では運転台の外観が非対称型となっており、機関車の前後の運転席間で往復できるように点検用の通路を配置することができた。また遠隔操作が可能であることから、車外のデッキ部や通路から、 外部の視界を確保しながら入れ替え作業を行うことができる。本形式は様々なサプライヤーから購入したエンジンや駆動系などの多数のコンポーネントからなるモジュラー設計となっている。外観設計はトライハンデザイン社が担当した。二次型では運転台は対象型となり、イタリア向けとドイツ向けの2種類のバリエーションが用意された。 イタリア向けの G2000 から 2BB では、左側通行が原則のイタリアに合わせ、運転台が左側に設置されている。一方、ドイツ向けの G2000 から 3BB では右側に設置されている。また、これらの2次型で導入された新たな運転台は2人乗務に対応している。なお、1次型と2次型の違いは、運転台形状のみとなっている。 2004年に製造を開始した G20-00 から 4BB ではエンジンをマテウー製に変更し、最高出力が 2700kW に向上している。この改良型では、さらにホイット車製の流体式リターダが導入されている。最終生産型となる G20-00 から 5BB は G20-00 から 4BB と同等の仕様を備えつつ、 スカンジナビア地域向けに設計された特別モデルで空転防止技術を備えるとともにマイナス40度までの低温環境に対応している。g 2 0零 b b はドイツ、スイス、イタリア、オランダ、ベルギー、フランス、スウェーデン、デンマーク、およびポーランドで使用されている。本形式は多くの国で運用されているが、その多くはリース形態で使用されている。 エンジェルトレインズ及びマスの2社がリースでの貸し出しを行っているが、その多くはエンジェルトレインズによるものである。一方、アジエンダ・カンソルザイル・トラスポーティ社及び SBB カーゴの SBB アム840型についてはマスから供給を受けている。g 2 0 0 b b はイタリア北部やドイツルール地方において活躍しているほか、 ベネルクス地域の国境を越えた輸送に活用されている。ラリアン、ユールカーゴレール、及びレール4県他のすべての企業が同期を貨物容器として使用している。スウェーデンの鉄道会社であるヘクターレールは G20-00 から4型及び G2000 から5型を運用している。ありがとうございます。